すぎる。殺さないのか。顔を確認した。アルミン、おい、立てるか。とにかく馬に乗れ。あの縁だ。右翼側から上がったのか。あいつが来た方向からだ。あいつが巨人を率いてきたのか。なんであんなところに巨人がいるんだよ。飛行士か。いや、違うんだ。あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。解決した巨人が人間だと、どういうことだ。あいつは人を殺すために殺す。フーだけの他の巨人とは本質が違うんだ。超大型巨人や鎧の巨人が現れた時、大勢の巨人を引き連れてきたのもきっとあいつだ。あいつの目的は一貫して人類への攻撃。誰かを探してるのかも。もしかしてエレン、行ってやろう。よし、少しでも長く時間を稼ぐぞ。ただし、無理はするなよ。あいつには本当に知性がある。みんな、気をつけて。相手する。刃をぶち込まれていか。精度が普通のやつの比じゃねえ。知性のある巨人への認識が甘かった。未来
人の群れが。やっぱりこいつが呼んだのか。やった、奴の動きが鈍くなったぞ。時間稼ぎは十分だ。急いで離れるぞ。そんな、なぜ。あっちは中央後方。もしかして、エレンがいる方へ。